よし、それじゃあ千年峡へ出発しようぜ。タマモアネゴの島嵐とはあいつらも大体シャルルさんと会話していると、ま、今回はそれに乗ることにいたしましょう。マスターには素直に従いますよと。悪くないね。このままナンパに行けそうだわ。霧が出てきやがったな。視界だけじゃねえな、音も反響して聞こえねえ。ええ、ここがあなた方の野心の終わるところ。冗談じゃないわ、たとえ誰も見えなくて。趣旨がずれてんな。ま、とも、おうよ、行こうぜ、空風林峡。そいつはともかく、今日付けはむずがよいから。いや、こっちの近くを妨害するジャミングが行われてるみたいだな。このままじゃ周囲の地形すらわかんねえな。ジャミングの原因を取り除いてくれ。ジャミングが濃い地点を指定する。多分そこに原因があるはずだ。おっと、疲れてる。一緒に戦うのも悪くねえな。粒子を出している装置を破壊してくれ。
裏道裏道、はいよっと、はいよ、一丁上がり。いや、陣地広げるのも一苦労ですわ。獲物発見、リジーにザップにキュートに決めるわ。角笛を鳴らせ、戦の始まりだ。待ってな、いい知らせを持って帰るぜ。はジャミング領域にもあるみたいだ。ここはジャミングの解除を優先してくれ。その方が散布装置を見つけやすい。位置が分からない。とにかくジャミングを解除してくれ。よし、残りの散布装置の位置が分かったぜ。撃破頼むぞ。おお、戦上手だねあんた。俺は高みの見物としゃれ込みますか。私の敵じゃなかったわね。はい、残りはあと少しみたいだな。頼むぜ。裏道裏道、急ごう。こっちの敵さんは撃退した。そっちはそっちで好きにやんな。角笛を鳴らせ、戦の始まりだ。待ってな、いい知らせを持って帰るぜ。裏道裏道、はいよっと、裏道裏道。邪魔するとは、いい度胸です。ではキャスター、例の作戦を。
出雲に神あり、真理確かに。敵全体が強化されちまったのか。敵の宝具を止めないと勝ち目がないぞ。キャスターはジャミング領域内にいる。とにかく探し出してくれ。やっぱダメか。キャスターの魔力で攻撃してもすぐに回復しちまうみたいだ。私の宝具は魂と生命力を活性化させるのです。制圧完了よ。次のコンサートここで披露してもいいのよね。今は無駄な戦闘は避けてくれ。キャスターを見つけて宝具を止めるんだ。無駄な戦いが好きな人ですね。私の宝具の力は絶大なのです。やるじゃねえか。やるじゃねえか。まだかすり傷。やるじゃねえか。まだかすり傷だがよ。やはり神耐久は罪。あなたが強いわけではないのです。よし、あの宝具の効果がなけりゃ残りの敵の殲滅なんてちょろいもんだぜ。急ぎますかね。ってな。同化作戦に続きキャスター宝具作戦までも破られるとは。生きては返しませんよ。急ぎますかね。
ならほら、アルキメデスだっけ？アルキメデス？あの、そう、困ったのならあいつに聞けば話は早い。その洞窟の奥があいつの隠れ家だったの。ちょっと、あいつの隠れ家設備だけは一流だったから。あ、でも勘違いはしないでよね。あいつにはこれっぽっ。はぁ、ね、どうする？オッケー、あたしが案内してあげる。アルキメデス。騒がしい。ギガストラクチャを爆破解体するほど騒がしいその声を聞くと、私の中の、なぜまた来たのです、エリザベート。前回、確かに今すぐ死ぬよう、私が必要とすることは何一つ持たず、しかし私が嫌がることは私、分かった。今すぐ出向くとも、